はい、後半は歌の大好きなアマチュアの方4人の方に出場していただきます。そうですよね、はい、まあ、素晴らしい皆様方の歌声をねよろしくお願いいたしますよ。はい、伊藤彦蔵さんというね素敵なもう僕よりも何かプロ顔負けの衣装でございますけども、いつもの大体どういう曲を歌ってられるんですか？演歌です。演歌でね、さあそれ今日は演歌で挑戦ですか？はい、そうです。曲目は花は黙って咲いているで挑戦させていただきます。はい、それでは一つよろしくお願いいたします。日暮れの雨に打たれても花は黙って咲いている冷たい風に咲くだ。